みなさんこんにちは令和5年度マンション管理士試験公表を始めたいと思いますお題が2023年ここが出た満管本試験回答速報となってますが私設備系を担当しますレック専任講師亀田ですよろしくお願いしますはいそれでは、えー お疲れ様でしたたっって言ったとこ方が良いでですね、えー、で実際に私も本日ですね、えー、満館の本試験の方に行ってまいりまして「えー、雨で寒かったですね」えー、ですね。えー、で帰ってきてなんとか回答を作って今に至ってるところなんですが第一の感想としてはもっと 今回のはやっぱり難しかったですね。私、帰りすがらもあっちゃこっちゃで難しかった、難しかったって声が上がってたので、やはり私も同じような感想を抱きましたですね。で これが一番もう今の皆さんにとってはやっぱりね欲しいところですけれども何点ぐらいになるかっていうところですね。で当然ながら昨年のことを考えたときに昨年は2022年ねこちらはこの試験開始以降初めて40点乗ったそれは一つは簡単だったっていうことねもう一つのちょっと派生的な要因で2つほど没問があって没問というのは結局みんなに点数が。 上がったということなんで額面通りにはいきませんけれどもやっぱりなんだかんだと言って初めてね40点乗ってったということで簡単でしたっていうところですね。いうところですね。しかもなぜか合格率が初めて10%を超えて11.5だったのかなです,、えー、ですから点数が高い場合に合格率が高いので、ね、やっぱり簡単でしたというところなんですね。まあ、そこから比べるとはるかに令和う年度は、えー、難しかった で,す、ねえー、でああいなことは言いません言えませんけれども点数としてとととか8に行くことはないと思い思ま,まあかといってですね、えー、やっぱり、まあ、受けた瞬間は難しかったんですけれどもそれなりに回答が出せるといややや感覚ですね、えー、まあ無印法なんかは本当に難しかったんですが回答が何か、えー、常識感覚で出せてしまうというのもあったりしたのでですね30 3とか4までは下がらないだろうそこまで極端に下がらないというふうに思うとまあ必然的に運転か運転かなっていう気はしないでもないですかね、えー、ただ統計が一切集まっていないのでこの点はもう少しばらくねお待ちくださればと思いますので、えー、よろしくお願いします。はいであの 回答、えーまあ、模範の正解なんですけれどもまあ大体、まあ、他校も見ても大体一緒なんですがいくつか、えー、まだちょっと回答が出せてなかったりそれから他校とは分かれていたりね えー、2つとかってあるのは、まあ、これは、えー、当然というかね毎年あるんですがご了承くださいませですねでこれは分からなくて、えー、空白にしてるっていうわけじゃなくてまああのえー、言ってしまえば、まあ、作った方がもう失敗作ですね、えー、もうその、えー、問題の設定が甘すぎるのでどっちとも取れるだろうっていう問題。まあ、今回も問 もううちょっっとあたたかなっていう気はしましたまあ、これが4択だったらですね、えー、もう回答が明らかっていうのがあるんですけれども個数の問題になると、えー、日本語の取りようによって「丸にも「×」にも読めるっていうことはねもうこれもう極端な話回答が出ませんのでまあ正しい試験実施団体は、えー、正解は「1個出すけ」って言ってるので一応レックは「1個だけ」っていう言ってる以上はどっちかにしないといかんっていうことでその辺はご自重を察していただければと思います、ねで。私は、えー、まあどちらとも読み取り っていうのはもう2つ回答という形で出したりしますので、まあ、そこもね参考にしていただければと思います、はい、ではその難しい難しいの中で、えー、まあ私担当は設備ということなんですが法令に関しては民法が特に難しかったですねほとんどマイナーな、えー、ほとんど聞かないようなね項目で目にしたことはない方だったとは思いますそれと区分所有法が、えー、これ個数が多かった あっったたのもあるし点数がどっちかかかとといいうと取りにくかったんじゃないかでしょうかねですから前半の区分所有法と民法が今までないぐらい難しかったのでただこういう場合もやっぱり想定として起こりうるのでやっちゃいけないのはそこに集中しすぎて時間を費やさなかったかですねでさらに言うと私の担当の設備系法令の方も結構難しかったので、えー、前半の2223番4番ぐらい行った時に。 はるかに1時間超えてるとかってなってくるともうほぼ思考回路が止まってしまいますからねでそうならないように特に、えー、まあえー、今日のやつだったら民法をちゃんと飛ばしたからっていうところが一つ、えー、ポイントだったのかもしれませんけれどもね、えー、でしたはいでは、えー、内容に関してはその設備の法令とそれから設備の知識に、えー、まあ、ちょっとね、えー 集めさせていただきますが例によって前半の問いの20番から24番まで、えー、設備系の法令についてなんですがこちらは難しかったです都市計画法まあ、確かにですね問いの20番ですかね えー、よく聞かれる地区計画なんですけれども地区計画の細かいところを聞いてて正解足自体はなんとなくそうじゃないかなっていう気はするんですけどね、まあ、この点についてもズバリの聞,き聞,くと聞いてきたことがなかったので、まあ、これは落としてもいいかなと。で確かに、えー、正解足になっ準法ですね いる建築学に300平米の共同住宅大規模修繕、えー、これ建築確にいりますもうそれだけなんですけどね1番で用途変更のところで引っ掛けがあったのでそこでちょっと引っかかってしまうかなっていう気はしました、えー、ですねまあこれも、えーまあ、もちろん正解はしてほしいところですけれどもおっと としてもしょうがないかなっていう気はしましたねはい。から22番の水道法ですねこれは、えー、正解足自体が、えー、非常に聞いたことないんですが他の足で消去法で何とか導き出せたんじゃないかなとは、えー、思いましたね、えー、こちらの水道法ですがね まあ、ほとんど、えー、正解しじないところは勝って聞いてるところなんで、まあ、過去もやってれば、えー、導き出したとは思いました。はい、から23番、えー、消防法なんですが、まあ、これも、えー、とよく出るいわゆる望遠性能についてなんですが聞いたところがないこととあとはちょっと言葉でびっくりしてしまうんですかね屋上にあるあの人工芝と。え そんなのは聞いたこともないというふうな形で、えー、なってしまったんですけれどもこれも消去法ないしは、まあ、ただこの、えー、望遠性能ということを考えたときに人工芝も燃えるだろうというふうに、ね、思っていただければ、えー、必要がないというのは誤りかなというのはやや感覚でつかめたかもしれませんですただやはりなんだかんだ言いつつ前半の設備系法令は結構過去問で 近いところ聞いてるんですけれどもね、えー、やっぱり、えー、正解導き出すのはしんどかったかなとは思いました。はい、で、24番の、まあこれも例によって、えー、防犯のう、まあ、指針ですね。えー、これはまあ ちょっと、えー、素直に考えると躊躇するんですけれどもあくまでも防犯ということなんで防犯ということは泥棒たちが入らないようにと、えー、いうことなんでね、えー、こちらは正解になっている足の2番目ですかね、えー、この、まあ、いわゆる銅線ですね、えー、人々が、えー、これ、えーまあ、通路とかそういうところが、えー、これ 集中していると、まあそこに人が集まるということなので、えー、泥棒は絶対嫌がります、えー。泥棒の心理としては人が多く集まるところ絶対嫌がりますからね、えー。で、それを踏まえて動線が集中しないように入ろう。んな、バカな話はないですと。で、ここが泥棒のことじゃなくて、中にいる人たちの、えー、プライベートのこととか考えると、うんというふうに躊躇してしまうんですかね。これ何年か前に、防犯って聞いてて、外から見渡せるって。 方がもちろんん防犯上はいいんですね中からも外からもね。えー、っていうところなんですがなぜかちょっとプライベートみたいなことに変換してしまっていやちょっとなってなったんですかねあくまでも防犯っていうことを考えると、まあ、当然ながら動線は集中していた方が泥棒は嫌いますからねまあ、その辺は、えー、ちゃんと問題文自体をねしっかり読み取るところがやっぱりポイントだったかなとは思いました。はいで ガラッと変わって後半のですね、えー、ちなみに、えー、今回も会計の3 0ト三35は、えー、例年通り優しかったので、えー、あんまり聞かないようなことがあったかもしれませんがね、えー、これもちゃんと点数は取らなきゃいけないところですねはいで問いの36番から45番まで、えー、10問、えー、設備知識建築知識も踏まえてなんですがここは 過去問をちゃんとやっておれば落として1問か2問かですねまあ、えー、まあ例年ここのところ特に数年ですけれどもこの設備に関してはこのマンション管理士の試験は過去問の焼き回し率が非常に高いのでね、えー、過去問をおろそかにしているとここはボロボロだったと思いますけれどもやってればまあ落として1問か2問かなっていう感じはしましたかねえー、ざっとだけですけれども見ていきますとえー、まあこれはえ問いの36番からえー 7番とあの、長期終電計画ガイドラインですね、でストレートに出て書くもんでは聞いてませんが、趣旨考えたときに、えー、これはあの回答はすぐ分かったかとは思いましたね。はい、それから問、えー、いの 38番これちょっと、えー、過去問ではズバリっていうところがね、えー、なかったんですけれども、えー、騒音に関する問題でしたね。でただこれ文の読み取りを待ち、えー、これ失敗してしまうとあれなんですけれども、えー、音の大きさで40デシベルですね。でこれはまあもちろんあの無音じゃないので、えー、気になる人は気になるっていうのはその通りなんですが不快感を与える人が多くなると言い切ってしまうとこれね、えー、ありすまりです。 によってはうるさく感じる人もいますが文句を立てるほどのうるささじゃないっていうことなんでね、えー、40デシベルの程度になると不快感を与える人が多くなると言い切ってしまうとやっぱりね、えー、謝ってるとは思っておいてくださいですねはい39番からはもう本当に過去問の嵐でしたがね、えー、39番、えー、調査機器の問題でしたで。 えー、正解足になってるやつだけね、えー、タッピングマシンを用いて外壁タイルの浮きを調査を打ったのタッピングマシンで浮き叩いたらアカンアカンアカ,カンっていうのは過去におそらく私の記憶だと一文一句同じ文言で。 タッピングマシーンでね確か外壁の浮きを叩いてダメダメっていうのがあったと思いますがもうそのままでしたね、えー、です他の足検でする必要のすもないぐらいでしたねもでしたねはい問い、えー、の40番、えー、これは建築構造ですが、まあ、これもかなり昔の、えー、出たことがあるんですがねただやや感覚としてチューブ状の交換に中にコンクリートを詰めるっていうのは、えー、もうこれはね鉄骨鉄筋コンクリートちゃうやろっていうツッコミが入るかと思いますのでね、えー、まあそれでそ、えー 回答できたかと思います、はい、41番解説も省略させてください例によって、えー、これ防犯上の明るさね、えー、3のとこと20のところと50のところね、まあ、よく言うのが50のところ、えー、これ4つしかないのでそれだけ覚えたらちゃんと回答できるというような体の問題でしたはい42番、えー、省エネとちょっと変わった聞き方ですが、えー、けれどもえー まあやや常識感覚もあるんですけれども、えー、正解足以外の234はこれ確実に過去問も踏まえてあ全部聞いてるかな過去問でね、えー、聞いてるのでまあこれはもう正解は1とたどりつくるところでしたね、えー、でしたはい。から43番 給水設備ですね、えー、でやっぱりあの形式を変えて、えー、43と44が組み合わせの問題、ねえー、で出てきますでこの組み合わせの問題は別に、えー、全部の足を、えー、これ分かる必要ありませんのでね、えー、そこにたどり着けばいいっていうことを考えるとこれも十分 過去問だけでで足りたところですね43番まず吸水の方ですけれども足の「あ」の線油部分の吸水管の吸水の圧力これ数字も踏まえて過去問でズバリですね足の「い」ですがサヤカンヘッダーのいわゆる配管ですね。 柔らかいもの交換はだめだっていうのをねちょっと文言変わってますがこれも過去問でしつこいように出題されたところですねはいから足のうーの、えー、オーバーフロー管の距離ですね、えー、これもお数字が異なりますはい、えー、受水槽のおマンホールの面の、えー、水面からの立ち上げの距離ね1 0ンチこれも出題があるところですのであ、まあこれも全部出題あるので個数の問題でも良かったぐらいのね問題でしたはい、えー、43番 これは給水設備ですねで一方44番の排水設備も、まあ、丁寧に組み合わせにしてるんですけれども、まあ、これも全ての足は分かったかなとは思いましたね、えー、足の A の血行、えー、追加の行動ね、えーまあ、これは、えー、買ってありました、はい、それから足の E の逆ワントラップね、えー、逆ワントラップこれも数年前に一度あったんですがねこれちょっと言葉の縁があって、えー、ワントラップが 伏せてある方ね。えー、で逆案は。 こうななってる方なので、えー、通常台所などにはこれ設置しないっていうところがありますのでどちらかというと今あのユニット系の洗濯槽とかね、えー、そういったところに使用するものっていうので、まあ、これも、えー、過去も文言通りだったような気がしますかね、はいえー、それから足の上のいわゆる関係ごとのね、えー、この最小の勾配ですが、まあ、これも数字込みで何度もでこれは、えー、ズバリの数字も勝ってねよく取材されているところなんで、えー、しっかり 回答はしなきゃいけないところでしたかね。というものでした。はい から45番、えー、マンションの設備、まあ、総合的に聞いてるんですけれどもこれですね、えー、今回正解足が2番で,です、ねえー、読み上げますね換気設備において換気による外気の、えー、熱負荷これを軽減するために第一種換気方式となる熱換気型交換,、えー、換気扇を用いたとちょっと詰まってしまいましたが、えー、丸の一も踏まえてこれ、えー、2019年 でしたかね、えー、2015年失礼しましまたね2015年ですね、えー、こちらの問いの45番の足の2で丸っていうことで一問一句一緒ですね、えー、何年前9年前ですかね、えー、ですのでそこでですね同じ問い番号問いの45番で、えー、丸で正解足っていうので足の2番。 で、中身の文字すら一緒で、えー、まあ、ちょっときつい言い方をするとここまで手抜きして丸々とするのはどうかなっていうことなんですが逆に言うとこの問いの45番を躊躇して間違えたりしているともう過去問やってないとしか言わざるを得ませんから、まさすがにここ数年も毎年言ってるんですが、えー、満貫の設備はもう絶対過去問です、えー。です。もうこれをやってたら、まあ、ほぼほぼ解答ね、たどり着くっていうことは 今年も証明されたというところがありますのでね、えー、もし、えー、今年の今回の試験の中でグーっと思った方はもう来年しかありませんからまあ、そうなってくるともう絶対 設備はもう過去も、ね、で私がよく言うのは私も実際昨日眠たいところなんですが過去10年のマンション管理所の設備の問題は全部数字も踏まえて34時間あればスピードアップしてねできましたので、まあ、そこをやっとくとほとんど迷うことなくね回答できたというのがありましたのでちょっと締めくくりということでもありますけれども今年の設備もやっぱり やはり過去問でしたっていうところね、えー。いかに大切かっていうところね。で、まあおそらく、まあチラチラと見たんですけれども、もう完全に今年の試験、過去問から外れてうんぬんかんぬん書いてありますけれども、科目別では当然ありますけれどもね、やはり設備に関しては過去問が一番大切だっていうのは、まあよく分かったところであります。はい。えーですね。えー、なかなか、えー、受けたときにこの検討ってしんどいところかと思いますがね、えー、これはまあ聞いてみて、ああ、よかったよかったって感じてもよし。それから、えー、軸たる思いで来年っていうふうに考えて でもいいんですけれどもね、えー、皆さんのまあ2023年度令和5年度のマンション管理所の試験のまあこれ考察の一項としてね役立てていただければと思いますので、以上にて終了します。お疲れ様でした。